でその流れでその自由民権運動の片っぽの雄である大隈重信の立憲改進党の、まあ、機関紙っていうか立憲改進党系の新聞の改進新聞っていうのがあるんだよ。でそこの専属画家になるの。ちょっとこれ拡大しすぎてよくわかんないけど、仏人画工美号氏のなんとかって書いてあるんだよ。美号氏が来たって。でここ美号氏は1860年4月7日をもって仏国パリーに埋まる、自ら仏国の江戸っ子なりと自称せりっていうこんな感じで日本の新聞にも絵を描くようになっていくわけですよ。